ナンシー・クワンはアメリカ合衆国の女優である。ハーフであるクワンはメジャーのハリウッド映画でアジア系の重要な役を演じた。彼女の美貌は広く称賛され、1960年代を代表するセックスシンボルとされた。クワンは中国人で建築家の父とスコットランド人でモデルの母のもと香港に生まれた。両親は 彼女が2歳の時に離婚した。1941年12月、太平洋戦争が開戦し、クワンは父と兄弟と共に中国に身を隠した。一家は終戦後、香港に戻り、クワンはイギリスに留学。ロイヤルバレエ団のバレエ学校に学び、コベントガーデンの白鳥の湖と眠れる森の美女に参加した。彼女はバレエ学校を卒業し、 バレエ教師の資格を手にするが、イギリスで映画プロデューサーのレイ・スタークに見出された。当時、映画におけるアジア人はしばしばアジア風のメイクアップを施した白人の俳優、女優によって演じられた。しかし、スタークは18歳のクワンをスージー・ウォンの世界の主役、スージーに抜擢した。スージーは芸術家のロバート・ローマックスを魅了する美しく自由活達な 香港の売春婦という役である。続いてクワンは翌年、ヒットミュージカルの映画化作品、フラワードラムソングに主演し、ハリウッドで最も活躍するアジア系女優の一人になった。クワンは1960年には雑誌ライフの表紙を飾り、1963年には映画ザワイルドアフェアーで見せたビダルサスウンコワンのボブカットでファッションアイコンとなった。 その左右不揃いなヘアスタイルは60年代を通じて、カットの基本やバリエーションを生み、現代に受け継がれている。クワンは60年代、数本の映画に主演し、合間にテレビシリーズ、ハワイ後のゼロに出演した。ハワイの撮影が終わるまでの間、クワンはアメリカとヨーロッパを行き来した。後にクワンは、オーストリア人のスキーインストラクターと結婚し、息子のバーニーを生んだ。 しかし、バーニーは1996年、エイズにより33歳で亡くなった。1972年、クワンは故郷の香港に戻り、彼女の既得の父に付き添った。父親の死後、彼女はディレクターで、プロデューサーのノーバート・トマイゼルと結婚し、1979年にアメリカに戻った。帰国以降、クワンは悪役で、多数の作品に出演している。 また、彼女は、萌えよ、カンフー、特攻や漏洩チーム、ER 緊急救命室など、多数のテレビの創作に関わっている。1990年には、テレビのコマーシャルにも出演した。現在、クワンは、アジア系アメリカ人有権者連合のスポークスパーソンとして、正解で活動している。ありがとうございます。